粘りが存分に発揮された2時間だと思いますけれども、あの、ね、振り返ってみたいと思います。どうだったでしょう。この前広島で、やられてたので何としてもリベンジしたいと思いましたし、名古屋ドームで連勝という形で勝ったのが一番良かったかなと思います。その前回やられてしまったカープ戦を予想していましたけれども、あの時と同じように左バッター並べてきました。どんなこう思いで臨んでいたんでしょうか。やっぱりそういう風に来るかと思いましたし、これをやっぱ乗り越えていかないかというのもあったので、キャッチャーの松井正さんのリードのおかげでなんとか生まれたと思います。今シーズン3勝目、先発としては2勝目、もうだいぶそのペースになるのにはなってきたんでしょうか。そうですね、毎回ラストチャンスだと投げてるので、また次も、しっかり投げさせてもらえるようにまた頑張りたいと思うので、応援よろしくお願いします。頑張れ。先制タイムリーを打ちました。藤井選手です。おめでとう。あの2回の先制タイムリー、センター返しでしたが、どんな思いでバッターボックスに入ったんですか。まあ、チャンスでいい形で回ってくるかなと思ったんですけど、ちょっと、ゲッツーもあったので、なんとか打ってほしいなと思って、まあ、気持ちで打てました。まあ、皆さんご存知だと思いますが、今日は藤井選手36歳の誕生日。さあ、藤井篤36歳、どんな誓いを今日この名古屋ドームで立てましょうか。まず、いいスタートできると思うので、今年シーズン終わった時に36歳藤井が頑張ってくれて、今日でも36歳が終わると思います。そのゲームに向けた思いを最後に聞いてください。気持ちは勇気、体は若手、全然中堅の藤井です。今日は皆さん、このバースデーパーティーにお越しいただきありがとうございます。誰の誕生日ではないかもしれませんが、今日以上のお客さんの前で、プレーしたいと思ってますので、ぜひ、勝ちゲームを見に球場に足を上げてください。Oh, my God.